えー、こんにちは。黒田和之一です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、えー、ワンパターンにならない演奏のコツということで,ですね。先日ですね、うちのネットコミュニティの方でですね、シーナ・豊さんとパット・グリーンさんをお呼びして、えー、セミナーをやったんですけど、その時にいろいろ、えー、シーナさんとかパット・グリーンさんとか、生徒さんとお話ししてた時の気づきをちょっとまとめてみた、今回のお話になります。えー、どういった内容をやるかというとですね、まあ、 音符を演奏する前にまず音楽にしなきゃいけないよっていうこととですね。まあ一裏のスニア、僕はよくうなずきという歌ってやつもこれも無限にあるんですよ。だからこうワンパターンっていうのから脱するにはどうすればいいかということですね。音が浮かばなければ、頭の中に浮かばなければ黙ってればいいということですね。まあじゃあドラムにとって黙ってるってどういうことだっていう話をしていきたいと思います。えっと、あと会話と一緒で間違いっていうのはないんですよっていうのは、これはまあシーナさんの言葉なんですけど、ちょっと補足をいろいろと。 えー、ジャズのカウントはですね、裏を歌うということで,ですね。これはあの、ウィントン・マルサレスの、えー、教則ビデオとかでもよくやってましたけど、この裏拍の,の感じで、こう相手にこのビートを伝えるっていうことが大事だっていう話をしてやっていきたいと思います、えー。それでは始めていきたいと思います。 はい。音符を演奏する前に音楽にするということですね。音符っていうのは、まあ最初はそうなんですけど、楽器をやるときって、こう音を、こう音符を見て、それ音を出してから、それから音を聞いて覚えるんですよね。え、それが順番としては、その最初は仕方がないんですよ。ただ、その、それをずっと繰り返しているうちに、音符を見ると頭に音が浮かんで、それを演奏するようになるってことですね。これはもう文字も一緒だと思うんですよ。ちっちゃいこの、あの、本を読むやつって、えー、今日は、 とか、桃太郎さんが、みたいな感じの、こう要は、その時の文字を発音して、それで言葉にして、それから、あ分かった、流暢になるみたいな、あ、桃太郎さんがみたいな感じになると思うんですね。でも、成長してくると、パッて見た瞬間に、桃太郎さんがっていう風な発音すると思うんですよ。それと同じ感覚だと思います。なので、演奏をするときに、ひたすらこうやってると、だんだん譜面を見てると、音が浮かぶようになるみたいな。 で、もちろん、譜面読めない人でも、まあ、ジャズの人、ジャズの人は譜面読めない人多いですからね。え譜面読めない人はもう頭に浮かんだ音を、こう演奏していくっていうのがすごい大事だよっていう話でしたね。なので、上手くなると、音を想像しながら、えー、体が動いて音を。だから、音が浮かんでから体が動くって、音を発音するっていう、この、このスタートがこう逆転するんですね。そこまで行くといいんですよ。そうすると、まあ、あのー、すごく音楽的ですよ。ただ、こう、 そこに音が書いてあるから、そこにこう音列がコードの音列をはめ込んだから、それをこう無表情に弾くんではなくて、とにかくこうドレミに対して、そのこうドレミなのか、ドレミなのか、いろいろあるじゃないですか。で例えば、同じテンポで同じにしたって、表情が全然違うんで、そういったところをまず頭の中にこう想像してから、だから音を発音するっていうのが大事ですよ。えー、音の流れをやっぱ想像すると、音に表情がつくっていうことですよね。 なので、えー、例えばドラムに置き換えてみると、ダンっていうのは僕はうなずきっていうんですけど、そのうなずき、まあ、そのちょうど参加してる人が僕すごくワンパターンなんで、全然ワンパターンに聞こえなかったんですよ、その日の演奏はね。本当に演奏を入り込んでて、それに対してこう受け答えしてるから、だから。 音符にしたら全部1の裏かもしれないけど、その音符自体がですね、結局その人の手の重さとか、スティックによって、もう、もう僕とはもう全く違うわけですよ。スティックの角度とか、えー、音量、まあ音の大きさですね、体重の乗せ方とか、そういうので全部こう、思い浮かんだ音をちゃんとやってれば、ものすごくこう、ワンパターンに聞こえないんですね。アートテイラー、 ドラムなんですけど、その人のこう譜面を取るのすごいワンパターンっていうか、毎回毎回同じなんだけど、全然違って聞こえるし、痺れるんですよね。それって何かっていうと、ここだと思うんですね。で、表、裏のタイミング、表だってこうジャストで叩く表もあれば、ちょっと後ろに叩く表もあれば、前に突っ込む表もあるし裏の、裏のタイミングだって3連のちょうど3つ目の時は16の4つ目なのかっていう、いろいろあると思うんですよ。そうすると、その時に歌った音のタイミングで、その時歌った音色が出てると、これ それは別に、その、ワンパターンにはやっぱりあんまならないってことなんですよね。だから、えっ、ー、と、うんとかはいとか、うんとかはいとか言ってるだけなんだけど、すごくこう、こう、のめり込んで聞いてると、それがワンパターンな、こう、受け答えには聞こえないですよね。だから、本当にそのタイミングで、あは,はい、うん、みたいな感じだったら、すごくこう、その、会話しててそんなに不快になることはないと思うんですよ。 まあ、押さえつけてみたり、まあ、こう弾いてみたり、こうピって手を弾いてみたりっていうことですね。こういうことをする,すると表情がつくんでね。で、相手のフレーズに対してどこに入れるかって、さっき言ったみたいにこう、全然聞いてないとか、はい、はい、みたいな感じだとワンパターンに聞こえるけど、なんかすごくこう、はい、はい、とか、こう、いろいろこう表情ってあるじゃないですか。ここは会話と一緒なんで。なので、そういうこう、 同じ音符にすると一緒だけど、ちゃんと頭に音楽になってれば、やっぱり音楽として演奏していれば、すごくそれがワンパターンになるってことは基本的にはないですよってことですね。なので、すごくこう、どうしても日本人ってこう、勤勉科なので、もうボキャブラリー増やさなきゃ増やさなきゃってなるんですけど、だから同じボキャブラリーでももう,こう音楽に入り込んで、自分なりにこう、一生懸命演奏してれば、そんなことはないんだよっていうのは、一生懸命椎名さんが言ってみたことだと思うんですね。 音が浮かばなければ黙ってればいいっていう話なんですけど、まあ、ハービーハンコックがですね、マイルスにこう何を弾いていいか分かんないって言ったら、マイルスが音が浮かぶまでずっとピアノ休んでればいいんだよ、みたいな。その曲、演奏何もしなくたって構わない。とにかく待て、待て、音が頭に浮かば待てって言われたんですね。じゃあ、ベースとかドラムはこう弾かないと生徒しないじゃないですか。だから、ドラムはレガートだけにするっていうのが僕はポイントだと思うんです。ベースも多分、だからその、 最低限の音を弾くっていう、こうビートを出すっていうのはもう基本仕方がないですよね。それが、要はドラムとベースはその場を作るっていう意味では参加してなるときの場を作るっていうのは最低限やらなきゃいけないことなので、まあドラムは 浮かぶまでは止まってりゃいいんだってなると、ずっとドラム、あのドラムをさすがに座ってるけど、最後まで軌道も叩かなかったってことになるかもしれないんで、まあ、それでちょっと困るじゃないですか。なので、ドラムはやっぱりレガートだけにする。だから僕は最低限の音で叩いてみたっていうのを、ちょっと、ちょっと前にですね、電子ドラムでやってるんですけど、えー、っと、多分ここら辺に出てくると思うんですが、えー、っと、ドラムは、まあ、だからレガートだけにしてしまえば、これはもう何も喋ってない状 ね、でこうそこでこうベースとロックしてること、とにかくシンプルにしてると、とにかく集中できるんで、それをしっかりこうレガートしてたら、そしたらなんか思い浮かぶまで待つんですよ。そうすると、ドラマは最終的に最後まで四分音だけでも成立するんですね。なので、それ以上のことを、まあ、しなくても、その場に行ってみんなが心地よければ、ドラマはシンバルレガートをベースとしっかりロックしてれば、それだけでもものすごくいる価値はあるんで。 だから、その、ワンパターン、ワンパターンっていうふうに考えなくてもいいし、シンプルなフレーズをいかにこう、使いこなしてるかですよね。だから僕はよく生徒さんに言う言葉ですね。例えば、こう、いい役者さんって、ボキャブラリーをたくさん持ってるのがいい役者さんかって、そうじゃないですよね。いい役者さんっていうのは、ありがとうとか、そういうありがとうっていう言葉だけで、こう、100種類、200種類のこう、ありがとうを持ってるんですよね。だから、 ね「さよなら」っていう言葉だけでうわって泣かせたり「さよたま」っていう言葉だけですごいみんなを楽しませたりとかそういったこうシンプルな言葉の表情をいっぱいつけれるからだからこう役者さんなわけですよだから難しい単語をいっぱいしてれば役者さんになれるからそれ違うじゃないですか,だからこれも演奏も僕はすごく同じだと思ってるんですね まあ、なので、基本、会話と一緒なんで、特にジャズはそうです。会話なので、まあ、発音を間違えたとか、それを拾ったりすることで盛り上がることもあるので、こう、もうとにかく助け合うことが多いから、こう、自分がこう、練習不足とか、ごめんね、ごめんねって思わずに、こう、できたところでちゃんと勝負していって、もう、間違ってもいいから、引っ込み思案にならずに、あの、ちゃんとやるんだよっていうことを、まあ、シーナーさんはしっかり言っていらっしゃいましたね。でも、まあ、あのー、 会話で間違いはないっていうのはあるんですけど、あの、会話でもあるじゃないですか。ああ、あれ言わんときやがったな、みたいな。それも、まあまああるんですよ。あるんだけど、でも、それ言ったことによって、あ、これは言わない方がいいんだっていう成長になるんで、やっぱりこう、とりあえず言ってみて、で、成長していくっていうところの意味では僕はいいんじゃないかなってすごく思いますね。なので、あのー、とにかくこう、 でたらめをやるんではなくて、ちゃんと自分の言いたいことを音符をこう頭に浮かんだ音であれば何を発音してもいいんだよっていうのが、ま、シーナさんの言いたかったことかなと思います。えー、ジャズの顔とは裏を歌うということですね。これあの、ま、あの、ワン、ツー、スリー、フじゃなくて、 1, 2, 3, 4, エムみたいな、こう、必ずこう裏をいくつか入れてあげる。これはどこに入れてもいいしっていう感じ。これも自分が自然になるまで口で歌って、その時に思った音をちゃんとカウントで。1, 2, 3, 4, 1ってやると、裏から入ってると、こう、ビートのこの膨らみがわかると思うんですよ。なのですごくみんなが最初からロックしやすい。ね。 で、裏を意識するとジャズのヒールがすごくよく出るということですね。この辺のことをすごくとくと説明していただいてですね。実際に参加していただいた方ももうすごいこう、これを聞いてから参加するとすごくこう、ちょっとね、あのー、やりやすかったっていうふうな言葉もすごい聞きましたし、すごいみんながこうね、変化していくのを感じたと思います。なので、えー まあ、たくさんのボキャブラリーよりですね、音楽に入り込んで一生懸命演奏する、表現するっていうのが大事です。もちろんボキャブラリーたくさんあった方が越したことはないですけど、今あるボキャブラリーでもう、とにかく喋ることは大事ですね。英語なんかでも僕もそうでしたけど、ボキャブラリー少ないからって言って、いつまでもそこのワンに入っていかなかったらやっぱり全然ダメで、やっぱりこう、 無理やりでもいいから、わかんないなりでもいいから、一生懸命喋ってるうちに、みんながこう、制してくれたり、そこはこうだよ、そこはこうだよ、こうするんだよっていう教えてくれて、やっぱり成長していくので、まあ、たくさんのボキャブラリーよりも、音楽に入り込んで一生懸命表現するのが大事。まあ、一人で練習するときは、ボキャブラリーを増やしましょう。は、まあ、仕方がないです。もう、あの、そういうことだからね。だけど、こう、セッションっていう場所があったりとか、その演奏する機会があるんであれば、たくさんのボキャブラリーよりも、まあ、音楽に入り込んで、とにかくみんなの中に入り込んで、単純なものでもいいから、 こういかにこうみんなと混ざって楽しく演奏できるか、いかにアイデアを出してみんなを楽しくできるかってことを考えればいいんじゃないかなっていうことで、えー、は僕なりのまとめとさせていただきます。えー、いかがだったでしょうか、えー。本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。えー、今日もご視聴ありがとうございました。えー、今日の動画が面白かったなとかためになったなという方は、えー、いいねボタンをぜひ押してください。 え、励みになります。頑張って作ろうかなと思いますのでよろしくお願いします。えー、このチャンネルでは、まあ、ドラムの演奏ですね。まあ、ジャズが多いんですけど、僕はジャズドラマーなので、でも、ポップスの演奏とか、まあ、僕、吹奏楽とかクラシックも叩くので、そっちの方のお話とかもします。えー、あとは、ジャズの楽しみ方。リスターの方もですね、どのようにジャズを楽しんでいけばいいかと。歴史とか、えー、ジャズ面の解説とか、あとは、 まあ、あの、演奏中にドラムの人が何を考えてるのかとか、楽曲を、曲をこういうふうに聴くと面白いよっていうような動画をたくさん上げていきます。え週2本アップのペースで上げてますので、見逃さないようにチャンネル登録の方もよろしくお願いします。譜面とかですね、資料の方はですね、こちらで使っているやつはメルマガ読者限定になりますので、詳細欄の方から登録をお願いします。 では、まだご視聴よろしくお願いします。今日はご視聴ありがとうございました。